中国結び中国結びは中国大陸及び台湾で考案、発展した紐を用いた伝統工芸である。数種の基本結びと変化結び、それらの組み合わせよりなる。中国結芸、結芸とも呼ばれる。中国における装飾結びの歴史は古く、古くは春秋時代の遺物にその原型が認められる。当初の使用は王侯貴族に限られていたが、 次第に一般にも広まっていった。東大と新大に流行し、特に新大の時は結びの種類が増えたこともあり様々な技法で作られた。新大の小説コーロームにも中国結びの記述が見られ、流行なほどが伺われる。服飾としては古くは腰に飾る玉の飾りや帯の結びなどに、時代が下ってからはボタンに使われるようになった。特に自宅で服を作る際には、 ともぎれでボタンを作って取り付けるのが普通であった。家具としては椅子や屏風の装飾、引き出しの取っ手などにあしらわれた。他楽器、扇、珠頭など日常使う様々な道具類を結びで飾った。その後中国大陸では文化大革命の際に他の伝統工芸同様に多くが廃れてしまうが、台湾では大きな影響を受けず日常に根付いていた。 地方によってわずかな差異を持っていた台湾の中国結びを初めて体系的にまとめ上げたのは陳夏樹である。陳は1980年に中国結びの技法と作例をまとめた中国結を表した。これは中国結びの子が使われた最初であるとともに台湾における中国結びブームの火付け役となり、これ以降中国結びは多くの人に楽しまれるようになった。 現在台湾では多くの講師と教室があり、手芸の一ジャンルとして格好たる地位を築いている。大小の展覧会が開かれ、講師の認定試験も毎年行われている。また、中国ではかつては土産物、縁起物として簡単な中国結びの製造、輸出を行うに止まっていたが、台湾の技法書や材料が持ち込まれるようになり、次第に民間レベルでも、 盛んになってきている。近年は高度な技法の結びも考案されている。ありがとうございます。